札幌ドームには大観衆が詰めかけています。北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感が。さあ、同点のランナーが一塁です。バッターは渡辺。思い切ってエンドランを仕掛けてみてもいいかもしれませんね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。まずはアウトコース。できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。ファウルになります。変化球空振り、ワンアウトです。100球を超えていますが、まだ続投するでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか？どうでしょう、ちょっと限界のようにも見えますけどね。ああ、なるほど。ベンチもどう動いてくるかですよね。インコース打ちました。いい当たり。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。石井、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。内から入りました。低めで打ち損じを狙いたいですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。落ちるボールです。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどうい、手が出ません。三振。自信を持って投げ込んできましたよね。はい、ここはランナーそのまま三振に切って取りました。ランナーは変わらず二塁一塁です。インコース、スライダー決まります。次が3球目。低めは外れました。外の球打った。ファースト正面取った。そのまま入って一塁アウト。これで3アウト。ファイターズ2者残塁です。ため息に包まれた札幌ドーム。6回終了、5対4、ライオンズが1点をリードしています。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はピッチャーが崩れてしまったのがもう一番の敗因でしょうね。そうですね。もうこういう試合になるとどうしてもまあ後手後手に回りますんでね、まあ、仕方ないのかなという気がしますけど。そうかもしれませんね。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。